化する野獣、相手は金網から飛び出したゴリラ、セス・ペトルゼリー。サップが目覚めます。さあ第1ラウンド開始のゴング、まずは前蹴り、この蹴りが得意です。そうそう、セス・ペトルゼリー、マウンテンゴリラの異名があります。しかしボブ・サップ、野獣の心に火がついたよ。倒れたのはボブです。倒れたのはボブ。嘘でしょ。何ノリカさん、今パンチですよね。気負ってちょっと前当たりました。ボブサップが飛び込んでいった。しかし倒れたのはボブサップ。ボブちょっと焦りすぎですね。パンチでいく、ペトルゼリがいく。ボブサップも表情が変わり、膝をついた。引いている腕が封鎖されている。ボブサップの攻撃になんとセス・ペトルゼリの腕が粉砕。カウントが進みます。一旦後からレフリーは時計を止めましたが、あとゴングが鳴っています。ゴングが鳴っています。打球ですね。これは今このゴングは試合終了のゴングですね。ボブサップの圧力に初参戦のペトルゼリー、その右腕、肘が粉砕されました。カウントは確かに数えられていました。変顔を過ぎても相手ポーズが取れませんでした。試合の続行不可能となりまして、ボブサップ選手の勝ちとなります。今場内にも正式にコメントが出されていました。打球となんかしたのかね。確かにカウントは進んでいました。その中で右腕を抱えながら膝をついたままのペトルゼリー、カウント10カウント数えられてノックアウトという裁定になりました。谷川さん、それでよろしいですか。そうですね、10カウント取れなかったので、ファイティングポーズを取らなかったので、はい、でも実質上ちょっと右腕をなんかちょっと腕を痛めたみたいなんで、そうですよね、あのまま試合続ドクターで見ても試合続行できたかどうかわかんないんですけども、はい、ただボブサップまたしても1ラウンド早々に試合が終わってしまいました。またちょっとボブサップとしては不完全燃焼でしょうね。このエネルギーを、この本能を誰が癒してくれるのか。しかし、ボブサップ勝ち名乗り、はい、一番自分のですね、こういう試したかった蹴りを一発も出さないまま終わってしまいましたから。そうなんですよね。さあ、そのシーンを振り返ってみていきましょう。まずは序盤です。ボブサップが飛び込んでいきました。回想です。いい形で力が抜けてましたよね、ペトリーズは。青コーナーサイド、しかしこのパンチです。左のフックが顎を捉えています、右はかわしますが、この左、ちょっとボブサップがね、これめちゃくちゃ熱くなって、焦って早く倒そうって前に出過ぎですよね。もう戦いたいという気持ちが空回りして前に出ていってしまいました、そこに待っていた左のこのパンチ。これで最初にダウンを奪ったのは初参戦のセス・ペトルゼリー。まさかのボブサップ、第1ラウンド早々にダウンを奪われました。一茂さん、はい、これはあまりにも行き過ぎたという感じでしたかね。そうですね、ちょっとまだボブそんなもん気負わないでもね、相手見れるところまで技術来てると思うんですけどね、しかしその後このシーンです。膝をついてカウントが進んでいく中、ペトルゼリー右腕肘を押さえて立ち上がることができません。どこで痛めましたかね。長坂さん、はい、ドクターの初見ではね、問題なさそうだということなんですけども、はい、ただまだこの後精査する必要があるので診断は変わるかもしれませんが、現在のところ大丈夫そうだというドクターの最初の診断です。パンチを打っていきました。ボブサップが詰めていきます。その時に親自分の腕が異変に気がついて膝をついたのはペトルゼリー。そして10カウント、何か関節か筋肉か、筋肉かなんかでしょうね。当たってひねった感じはなかったんですけど、はい、振り回してるうちになったんでしょうね。新潟住谷バザル戦から13日緊急参戦のボブサップ、試してきた、井原道場で習ってきた右のハイキックを今回も出すことはできず、ちょっと試合が早々に終わっています。焦りすぎですね。ボブサップ緊急参戦、初参戦のセス・ペトルゼリーから10カウントノックアウト勝利を終えました。